과연 前髪がやばいんですけど、気にしないよ。多分寝相が悪くて前髪が変になる寝方をしてしまった。では、おはよう。こんにちは。アイスレモンさん、ラブレターありがとう。そう、キャンペーンが始まってるよね、今。さっき。クリスマスキャンペーンが始まってると思うんですけど、今回もキャンペーン頑張ろうかなって思います。前回、キャンペーンが頑張ることできなくて、次のキャンペーン頑張るって言ったから、今回のキャンペーン頑張りたいなと思います。バイオ星人最近の決勝ありがとう。ズボン、おはよう。かわいい声。あれ おはよう。ピンポン返す。本当に？眠たい。目が覚めてない。目が覚めてない。おはよう。ニッサンラベータースケジュールありがとう。追加メールありました。うん。おはようございます。たくさんハート掛け10ありがとう。ありがとう。あったおはよう、たくさん寝た。うん、今日はたくさん寝れました。やばい。さあ、あとかけじゅうありがとう。あ、みんなあれだよ、みゆのファンネームファンマークつけてね。ファンマークはトカゲと星なので。 KHK さん行きの決勝ありがとう。ちゃんとさんラブレターかけじゅうありがとう。で、かわいい。ちょっと待って、メイク今からしようかなって思って。 KK さん行きの決勝かけじゅうありがとう。ミルライトベル、どうだろう、まだ決まってないかも。スケボーさんバラありがとう。チラチラテンさんハート掛け中ありがとう。うち近い、本当に。ちょっと待ってね。ヒキーマくん雪の結晶掛け中ありがとう。ピポンごめん、なぜか今日お話し会自体申し込む。え、悲しい。好き天さんラブレターありがとう。ちょっと待ってね、違うくてあれ、ピンどこ行ったっけな。見ました。オッケー。おはよう。今は起きた？今じゃない、9時8時ぐらいに起きてたんですけど、体がまたベッドにいるって言ったのでずっとベッドいました。あ、ありがとうに。2時間目12時、そうだね。おはよう。
上田和樹さんハートありがとう。かけじゅう KHK さん駅の消しをかけじゅうありがとう。上田和樹さんテトリスファイブさんありがとう。そう前回のキャンペーンで全然思うようなやつがならなかったから、なんか結構体調、前回のキャンペーンの時にちょうどあのキャンペーンが始まってるっていうことも知らずに、知らんかったし、しかも全然ね、あの体調も優れんかったけ、前回は全然キャンペーンに参加できんかったけど、今回はでもなんかイベントが終わったばっかりで、なんかみんなにあれになっちゃうんだけど、でもキャンペーン頑張りたいなんて思うので、よかったら応援お願いします。いい空語ぴょんぴょんさんハートか記事ありがとう。こんにちは。おはようございます。今日も可愛いですね、ありがとう。おはよう。テトリスファイブさんハートか記事ありがとう。ツナマヨさん虹色の推しありがとう。めだくずきさんハートかけじゅありがとう。見て、ジングルベールジングルベールジングルジングルベール、ツナマヨさんラブリターありがとう。かわいいもありがとう。テトリスファイブさんツナマヨさんアフラックありがとう。ピーポー大好き、ミも大好きだよ。おはよう。ツナマヨさんありがとう。何これ、プレゼントボックス、プレゼントありがとう。え、今回さ全然そのイベントキャンペーンのルールがちょっと分かんないんだけど、この何プレゼントは何なの。ラクさんハートかけ10ありがとう。こんにちは。ラさんハートかけ10ありがとう。アザラさん雪の結晶ありがとう。ヨーマイクさんハートかけ10ありがとう。提灯あんこみたいな、え、それ悪口、今悪口だよね言ったの、どう思う。ライカさん100回目の方もありがとう。これからも見に来てくださいありがとう。悪口言われた。西さんハートかけじありがとう。砂村さんかわいいありがとう。石川先輩さん100回目の方もありがとう。これからも見に来てくださいありがとう。おはよう。肉ってくる最低。これってミーポン名前なんか関係あるの、なんだろう。これをつけてたらミーのファンの方っていうかミーを押してるよってわかるから考えたの、みんなでね。スバル雪の結晶ありがとう。集合時間間に合う、うん全然間に合います、全然全然マジで全然間に合うよ。スルさんありがとう。なんだっけ、プレゼントボックス、プレゼント。でもお話し会は、お話し会はミュー、まだなんですよね。それがまだなのね。みんなミューのお話し会の時間知ってる ?4 時間目だよ。えんおうさん、にしさん、ハート、かけじゅう、ありがとう。ペチって、嫌だ。そんなこと言うならもうひどい、もう知らない。エモさんハートかけじありがとう。ひたさん雪の結晶ありがとう。なれ先輩さんプレゼントありがとう。きっとさんハートかけじありがとう。ありがとうプレゼントも。あきらさんありがとう。あきらさんハートかけじありがとう。頑張ってもね、悲しい悲しいね、見えんだね、そういう時もあるよね。仕事でお話、本当に悲しい。まあでもまたいつか。こんにちは。うんピンね、一旦昨日配信で、配信じゃないあれつけてくれてた。
レッスンで昨日ヒーターつけてた。昨日は本当にすごい難しかったの。はよみょんみょんもイベント。そうなの。みゆさ全然みょんみょんの配信見たことないんだよね。今度全部最初から最後まで見ます。みーパンダさんありがとう。アフラック10枚でピチ。本当にひどいよ。みゆの大切なお顔が傷ついちゃうでしょ。別にいいよ。ちょっと髪の毛が。ピーパンさんありがとう。ラブレター。くみちゃん虹色の推しありがとう。え、いっぱいありがとうね。みゆ今回キャンペーンめっちゃ頑張るね。くみちゃんありがとう。プレゼント雪の結晶もありがとう。見て雪の結晶を手に入れた女です。キラキラつくかも。雪の結晶手に入れたの。いいでしょ。たくさんハート書き中ありがとう。ザルサバさんプレゼントありがとう。え、このプレゼントってさ何なんなの。プレゼントってどういうやつの。なんかちょっとね見たの説明みたいな。なんか詳細見たらなんか小当たり大当たりみたいな。でもよくルールがちょっと見は分かんなくて。このプレゼントはあのポイントに入るのかな。ちょっと分かる方教えてください。仕事で配信を見られない。悲しいね。でも待ってるね。寝起き感がすごい。うん、なんかずっと8時ぐらいには起きてたんですよ。まあ、昨日の寝る時間がだいたい遅くてちょっとやらないといけないことがあったから、そうだいたい遅かったよね昨日の。まあちょっと寝るのが遅くてそれ終わらせてから寝たからちょっとね寝るのが遅くなっちゃったよね。朝やってもいいなと思ってたんだけど、いやもう今日のうちに終わらせて明日はゆっくりしとこうって思ったから。で起きて8時ぐらいに起きて、でもなんかずっとあれだったからネットでずっと服探してた。お話し会の服とかカバンとか探してた。25万がコーヒーチケット。そう50万がね洋服お洋服らしいんで。レジポンさん初見の方はじめまして。 ST ホイテッドさん危険救世梶原美恵です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。はよ奈々先輩さん雪だるまありがとう。ハッシュタグとまちさんありがとうありがとう。これなんだっけ。プレゼントハンマークつけてありがとう。でも星がねなんかねないかな。これでね黄色の星ないかな。ないな。まあ全然ピョンドクさんありがとう。引きの継承カイトさんかわいいありがとう。明太子ピポン今日も帰らない仕事。うん大丈夫だよ本当に本当に大丈夫だよ。ツボンツボンおはようおはようありがとう。ハッチさんありがとう。嬉しいよ。こんにちは。サンタカちゃん。ちょっとね。イベントのギフト。雪はギフト対象です。そうなの。え、プレゼントって対象？こんにちはこんにちは。まさかずさんありがとう。雪の結晶。ラクさん結婚してありがとう。結婚は
まだできないの。考えとくね。おもろ。ふさかぜさん駅の決勝ありがとう。パパ。ありがとう。あつぼんあつぼん。今回対象ギフトがポイントになりません。何が対象ギフトで何が対象ギフトじゃないのかわかんない。どうやって、あれ、ん？町の電気屋さんありがとう。つるさげくまちゃんありがとう。ありがとうね。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。かけじゅうも。こんにちは、こんにちは。たんたんさん、息の研修ありがとう。ありがとう。おつぼん、おつぼん。みんな、お願いします。みが今回のキャンペーン頑張りたいの。めっちゃ頑張る。知ってるよりかも、そういうよりかもやよ。いやよー、こじかみやよー。やつぐさん行くの検証ありがとう。こんにちは。悲しいだけだよね、普通に。すばらさんありがとう。プレゼント、これプレゼントってどういう感じなの。クリコーには行く。ほんとにクリコー待ってるよ。明日くらいから一気に寒くなるし、うん、風とか気をつける。ほんとに最近ほんとに流行ってるよね。やめてほしい。でも、みゆの学校の子たち、みゆのクラスの子たちは、一旦、もうみんな、なって一回、風に。で、もう今、風が終わって、みんな、元に戻ったぐらいだから、危ない、本当に。気をつけなきゃ。今日風強い。そうなんだ。みちゆきさん、ありがとう、雪の結晶いっぱい。ありがとう。痛い。いじめられました。ありがとう。めっちゃ綺麗じゃない。ありがとう。ハチさんプレゼントありがとう。誰か教えて。ハチさんラブレターありがとう。まさかずさんありがとう。雪の結晶、雪の結晶集めて、うん集めてる。なる先輩さん虹色の星ありがとう。ファンネーム、ファンマークもありがとう。ツボンツボン。あっくんさん200回目の本もありがとう。これからも見に来てください。ありがとう。ありがとう。ちょっと待ってね。どうやってやってたっけな。じゃあ、雪の結晶、ゲジありがとう。こんにちは、みぽん、メイク中、メイク中。猫綺麗、ありがとう。プレゼント、無料でもらえて、このイベントの目。あ、なるほどね、ありがとう。今回、対象じゃないギフトはないってことかな。その雪の、雪ってクリスマス系で。なんか前は、例えばジャックオーランタンみたいなのが、対象じゃなかったじゃないですか。 EKY さんありがとう。ペンライトハチさんありがとう。プレゼント EKY さんフォローもありがとう。よかったらこれから応援してくださると嬉しいです。待ってます。ハチさん、カエツさん、息の結晶ありがとう。そうね、なんかね、めっちゃ今可愛い服を今日ね、早くっていうかベッドから抜け出せなかったからね、見てたの。めっちゃ可愛いの見つけました。これはいつ着ようかな。また着るね。待っとって。そう、本当にね、可愛いです。可愛い時って感じ。本当に可愛すぎてみんなふわーってなるぐらいの。だからみゆの好みだけど。やつぐさんありがとう。雪の結晶
ひろてるくん、はじめまして。 ST48 さん、研究生梶原美です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。谷さん、駅の決勝ありがとう。かわいいポーズ、かわいいポーズ、あ、決まった。天さん、駅の決勝ありがとう。あやじたん、ハートいっぱいありがとう。ありがとう。美和キャンペーン頑張ります。前回のイベントがあったばっかりなのですが、前回のキャンペーンで、あのあれで次のキャンペーンは頑張るって言ったから、もう本当にみんなには迷惑しかかけないけど、今回のキャンペーン頑張るので応援お願いします。頑張ります。わがままでも申し訳ない、いつもいつも。ちょっと待ってね、これめっちゃ怖いんだよね。怖いくはないけど緊張。もこもこですね。そうね、白いもこもこね、かわいいよね。あくさん、はたかけじゅありがとう。こんにちは、こんにちは。やめ、駅名、空港名なんだ、羽田空港、わかんない。こんにちは、ちのまやたん、駅の決勝ありがとう。かけじゅ、こんにちは、こんにちは。プレゼントはチャレンジから無料でゲットできる皆さん、なるほど、皆さんぜひ、ありがとう。名前やったありがとう。つるさげくまたん、ありがとうございます。ありがとう。あとスノードームもありがとうございます。ありがとう。あれなんだね、イベントの時からのやつがね、利用されて、なんだ、プレゼントが増えて、その引き継がれてるんだね。スノメワさん、いっぱいありがとう。プレゼント、プレゼント、はい。明日の配信は何時頃か、ね、明日は全体のお礼配信、ビスの全体のビスのお礼配信なので夜からです。何時かな、何時間あったらね、なんだろう、あれだろう、一回ちょっと待ってね、飲むね。どうだろう。うーたん、メイプンは何でも頑張ることできるね。何でも何でも頑張ります。よし、そしたらおめめをしていきます。最近は全然、なんかめっちゃさ、目をさ結構濃くやってるつもりなんだけど、なんか薄付きになっちゃうんですよね。しょうがないんかな、しょうがないっていうか、別にね、その方がいいと思うんだけど。みっぽんメイクとか頑張ってるとか達成してて頑張るね。何を乗せたかと思ったら、ヘアバンドカチューシャ、カチューシャだよ。カチューシャですよ。ミボンの話し合いまでまだ時間、うん、4時間目なのでね、もうちょっと時間があります。もうちょっとてか、まだ全然、こっちに出るのはまだもうちょっとです。まだ全然です。まだコンタクト入れてないからさ、後で入れなきゃ。スポン、ゴンジーさん、行きの結晶ありがとう。なんか色違くてごめんね。黄色。インスタントカメラ、何、インスタントカメラって何。こんにちは、マコトさん、行きの結晶ありがとう。スポン、スポン、コンタクト痛いの、うん、普通はメイクの前にいつもコンタクトしてるけど、コンタクト持ってくるの、下から持ってくるの忘れちゃったから、1回から、だからもういいかなみたいな、後でメイク終わってからつけようって思いました。
スルさんありがとう。季節の言った、なるほど、そう、なんだろう、クリスマスのギフトお待ちしております。クリスマスのギフトでいっぱいにしてくれると嬉しいです。今回はめちゃくちゃ本当に頑張ります。そう、見てトンちゃん、雪の結晶ありがとう。プレゼントは配信を見ると無料、なるほどね。イエポンタさんありがとう。つるさげくまちゃんはよう、今日も素敵ありがとう。ひょっ、あ、ちょっとできなかった。ドル先輩最近の結晶ありがとう。こんにちは。ピーポー、何か季節のギフトもらえると何とかだってわからないね。なんとかキリッとした眉毛も好きです。本当にまたちゃんと整えました、昨日の夜。ふかみなほこいさん、お疲れと、かわいい、ありがとう。こんにちは。まこださん、プレゼントボックスありがとう。こんにちは、こんにちは。三羽駅、羽田空港合ってた？すごくない？ミュー褒めて。すげえ、中二でも刺さってもいくいく。え、でもお披露目の時とかは本当にね、ミュー体操しかやってこなかったから、周りのね友達とかがメイクしてたからね、まあ興味はあったんですよ。興味あったからちょっとはやってみようと思って、で100均のものとかを頑張って集めてやってたんだけど、なんかみんながうまくできてるのに自分だけなんか下手くそで、なんかねできなくてめっちゃ困ってた。お姉ちゃんもメイクうまいからさ、聞きたかったけど、なんか謎に恥ずかしいって思っててもね、聞くのが、だから聞けなくて一生で、もずっとね下手くそだったけど、 STU に加入してちゃんと、ちゃんとね一からメイク変えようと思って頑張りました。頑張ってます。まだ全然だから今頑張ってるんだ。もう手についちゃったからつけれないよ。カイトさんありがとう。つるさげくまちゃん、あ、つるさん雪の結晶ありがとう。みーぽん美人さんになるか、美人さんになれるかな。なんかみーが美人さんとかね、なんか面白くなっちゃうね。これで美人さんですかみたいな、笑えちゃう部分あるかもしれない。したら、こんにちは。季節はならいいと聞いたけどどうかな。季節の対象ギフトを言ってもらえると嬉しいです。なんだっけな、なんだっけな、まあ雪系っていうかメリクリ系のもんと嬉しいです。自体の検証ありがとう。ルッピーさん、つるさげくまちゃんありがとう。ハチさん、雪の結晶ありがとう。寒いと、そう、毛布ごと移動したい。わかる。わかるよ、めっちゃ。サンタクロース何歳ですか？知らない。サンタクロースって何歳？考えたこともなかった。綺麗な眉毛ありがとう。頑張って整えた。こんにちは。ハチさん、ラブレターありがとう。こんにちは、こんにちは。毛布から出ないと、乗ってくる。でもね、あれだからね。子も含めてカワチーボーですよ、あの子は。ツボンツボン、ヨダさんハートありがとう。ピポマジ天使、この顔面で大丈夫かな。ちょっとうっていう部分あるよ。
人はもっと教えて。こんにちは。ヨダさん、雪の継承ありがとう。ガクさん、ハートかけじありがとう。オンライン話しくれたし、ありがとう。待ってる。え、本当に言ってる。嬉しい。嬉しいですよ。ヨダさん、ハートかけじありがとう。今日はどんな、え、なんかどうしようかなと思ってて、でもなんかお話し会って下しか見えないじゃないですか。だから上をどれだけ可愛くできるかによって変わってくると思うんですよ。上のなんか可愛いやつにしようかなって、上をねメインに考えて着ていこうかなって思っております。ごめんね、ガサゴサうるさいよね。ツポンツポンツポン。ヨダさん、ハートありがとう。今スプレーかかってるよ。めっちゃんの何これ、センス買った、本当に嬉しい。イグさんさん、ハートありがとう。つながれた、こんにちは。アイラックに続くつなずぎゅっと、なんだろおもろ。皆さんぜひクリスマスの対象ギフトお待ちしております。今クリスマスキャンペーン頑張っちょるけ、応援してくれたら嬉しいです。なんか気持ち悪いな。もつもん、ピポン変顔が待ってナチュラルアイメイク、そうなんかね、でも薄くても全然いいよね。リュウジさん、雪の結晶かけ中ありがとう。あね、話くどうし、どうして、どういう、会話、会話はね普通に自然的に話すんだよ。今回は対象ギフトみたいです。つる、くまちゃんかわいいな、かま前ちょっと欲しいなってる。りょういちさん、雪の結晶ありがとう。かくさん、ハートありがとう。あいかさん、プレゼントありがとう。ブゲかわいいね、ちょっとちょっといい加減にしてほしいかもうすぐ昼ご飯食べます。いいね、こんにちは、こんにちは。コメントが何話してたっけ。ヨダさん、プレゼントありがとう。たくさん、ハートかけしありがとう。こんなすけ56さん、雪の結晶ありがとう。こんにちは、こんにちは。自分の時代 GC メイクしてる。あ、そうなんだ。あ、でもなんだろう、今だったらねもうみんなねすごいもんね、ギャンギャンメイクしてるよね。みんな友達にめっちゃギャルい子がいるんですよ。めっちゃ何ギャルギャルみたいな、めっちゃねメイクがすごくてびっくりした。でもいいですよね、自分の可愛さが。どうやったらさ自分にはどのメイクが合うとかもう分かっててさ、そのメイクをしてるわけだからさ、マジで普通に魅力的だよねって話。本当に可愛い、大好きですね。え、待って、どこやったっけな、みえの、みえのあれ、まつげ
僕ちゃんのビューラーはどこ行ったの？こんにちは。ミーポーに会いたい。会いに来て。待ってるよ、いつでも。ミーはみんなのこと待ってます。あれ全然上がれないよ。ダル先輩さん、ラブレターありがとう。トンちゃん、雪の結晶ありがとう。ツボン、9670ポイントありがとう。ガクさん、雪の結晶ありがとう。皆さんぜひ、なんだっけ、皆さんぜひ、クリスマス、クリスマス、クリスマスギフトでミューのことを応援してください。サンタクローズ、何サンタクローズって何？ミューポーの顔チチから嬉しい。そんな褒めないで、褒めたら調子乗る人間なので褒めないでください。え、待って、本当にない、ミューのが。ツボンツボン、こんにちはこんにちは。なおさん、雪の結晶ありがとう。こんにちは。わわわ、りょうじさんありがとう。ラブレター、間違えた、プレゼント。早くしたじゃじゃっと。いや、そんなことはないですよ。ことは絶対ありません。ありません。やばい、やばい、やばい。なんか今日やばいかもしれない、顔面。むくんでるかも。むくんではないけど、なんか。くまくまきら、くまきらら。やっぱ忙しくなってきたね、1月。うん、頑張りますね。こんにちは。それと話し会も新鮮。いや、いっぱい持ってて気まずいんだよな。体操でね、やってたからね。ね、そうだよね、僕たいね、めっちゃね、あって嬉しいよね。すごい。嬉しい棒って感じ。こんにちは。48グループで HKT、STU が欲しいです。ありがとうございます、来てくれて。Thank you!ダッファムシャファさん、はじめまして。 STU48 さん、危険行政こちらのミューです。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。よいしょよいしょよいしょ。そう、リッチャマにね、下まつげやってもらう予定なんだよね。こんにちはこんにちは。あった、うん、なんかいつも使ってるのがなくなっちゃったんだけど、まあ良いとしましょう。あつしさん、虹色の橋ありがとう。ラキチさん、雪の結晶ありがとう。ありがとう、こんにちは。タイギーって使う？タイギーって何？
めんどくさいみたいなやつだよね。なんか広島人は結構使うらしいんですよ、方言、方言なんかな分からんけど、タイギーって使うっぽいけど、タイギーとかも言ったことないね。タイギーより目はめんどくさいっていうか、広島人はでもタイギーって言うらしいよね。目は使わんけど。こんにちは、こんにちは。今日の話からってたまに、うん、さすがにやらない、さすがにこれで言ったらね、えってなるかもしれないね。安田隆さん、虹色、あ、雪の結晶、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。タイギー、東京でもタイギーはね、あれだね、広島弁かな、広島の人が使う。らしいよね。タイ、あ、タイギー、東京で、まあ、東京はね、多分、タイギーを使うんじゃろね、広島のじゃけ。標準語ってめっちゃいいよね。なんか、なんかいい。なんかいいね、標準語って。若い子はもう使わないよね。いや、わからん、なんか。でもパパも使ってない、パパ。なんか人によるんじゃないかな。安田た、宮本さん、雪の結晶ありがとう。ポンポン。大義は島なのに、でもなんか、ね、広島の人めっちゃやってるイメージ、めっちゃやってるっていうか、広島の人誰だっけな、先輩の誰だっけ分からんけど、誰かが言ってたんですよ、もう大義はみたいな。えみたいな、そう、おもろかった。だからね、広島の方言でもあるんかなって思ってた、勝手に。よいしょ、よいしょ。誰言ってみ、うん、いや、だるいは言わんけど、めんどくさいって。難しいな。ツボンツボン。なんか、角で疲れてね。じゃあ、みんなこと今日からイノシシって呼んでください。ほんとだ。ほんとだね。待ってね、なんかまつげってむずいよね、一番時間かかる、一番うまくできないし、そろそろ縁切ろうかなって感じ、まつげと、まつげと縁切る、まつげと縁切ろうかな、普通にもう、まつげみんな言うこと聞いてくれないからな、縁切ります。ひろむさん、はじめまして。STU48 3期研究生、梶原美優です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。やっぱ無理だ。ダメだ。このビューラーおかしい。なんか本当にうまくいかない。ちょっと待ってください。本当にうまくいかない。ダメだ、ダメだ。
梨と違うぞ。梨と違います。なんか見て、このなんかうまくいかない。こっちではいいんだけど、こっちはあのここ側がうまくいかない。オランゲさんハートかけちゃありがとう。みこかわさんのさ買ったのね、だから絶対サインしてもらう。もう決めた、絶対サインしてもらう。なんか難しい話。ご飯食ってからお話、もう一回聞くら、当選メール来たらどうすればいいの。え、わかんない。みゆにはあれだろう、誰か、みんな誰か教えてください。それ当選メール来たらどうすればいいのか教えてください。みーもわかんない。こんにちは、大義な先輩。あ、先輩ってそっちの先輩じゃないよ、学校の先輩ね。学校の先輩がね言ってるんですよ。あの ST の先輩じゃなくて学校の先輩がもう大義って言ってるけん。さっき窓にヤモリの子供いたから、え、欲しい、ぜひプレゼントして、なんとか震災とか、震災は広島弁じゃない、わからんのよね。ミュー絶対ね、ミューに聞くもんじゃない。ミューが一番わからん。どうなんだろうね、難しいよね方言とか。不意に出ちゃってるのがね、方言実験ね。ちょっとわかりませんね。ミーポにいてこましたらね、おーだよ。こんにちは。いてこましたらいてこまされちゃうよ。いいの。どうしよう、今日本当にうまくいかない。こんなうまくいかないことがあっていいのか。こんにちは。眉毛、眉毛ね、反抗期やめて、普通にやめてほしいよね。え、こっちはいい感じやけど、こっちがもうボッサボッサ、やり直そう。あ、メイク落とし忘れちゃったかも。ショック。まあこっちだけやろうかな、片目メイクしようかな。もうやだ、全部落としたい。まつげが今度は反抗期だよ、やめて。まつげの暴走始まってる。ほら、これこっちはねいい感じなんですけど、こっちはねいい感じじゃないんだよ。目の形かな。ちょっと一回持ってきていい？ごめんね、本当にね、どれだけ行くんだよって思われちゃう。ごめんね。キラキラキラメイ
ございますね。いや、これ収納スケール。ちょびぽん三畳。えなこさんはコスプレする。じまつげ全部。えなこさんとは誰でしょうか。角生えてる。帽子だし。谷さん貼ってく記事ありがとう。新州ね、本当に楽しみ。奥さんはじめまして、シティーフォーテッドさんき研究生こじゃらみです。ぜひ応援してくださると嬉しいです。こんにちは、こんにちは。うまい。あつしさん虹色のし、ありがとう。こんにちは。子供はココアさんの写真集からなのでは。ココアさんの配信でグッズっていうところから変えて買っちゃいました。もう本当に今日ダメだ、本当にダメ。ちょっとやばいかもしれない。みんなに嫌われちゃう。可愛くないって思われちゃう。からちょっと頑張るね。僕はビオラとか使わないから難しいから。そうだよね。なんかまつげ本当にやばいかも。本当に嫌い。どういうこと。やめてよ。ちんちょうぎさん、いきなり決勝ありがとう。クジラミシシュ、いつかな。皆さんぜひクリスマスキャンペーン頑張っているので、え、見て見て、すごくない。現在9999ポイント。すごくない、すごくない、めっちゃすごくない。こんなことあるんだね。そうだね。ミュー、いるんですよ。参考のメイクっていうか、いつもねメイク動画を見ながらメイクしてるからいるんですよ。参考にしている方が、参考にしてるってか、普通のね、普通にこの人の動画を見ながらいつもやるっていう。配信でメイクせんときは普通に今とか以外はやってる。うちの先輩、そうだよ、学校の先輩で、これからお話し会が行きたいの。え、来て、本当に待ってるよ。みんなお話し会来てくれたら本当に好きなんだけど、普通に大好きって感じ。時間分の話し会、また後でね、また後でね。こんにちは。ね、みんな方言の話って言うと分かんないよね。いいよいいよ、いい感じいい感じ。ケンボーさんハートありがとう。大丈夫、広島までなのに人で乗って広島市内で迷子です。え、でもミューも前迷子なった。一回ね、体操行くときに電車乗らないといけなくて、自分で一回ね、寝過ごしちゃったの。で、迷子なってた。あとバスで体操まで行かないといけないってなった時にね、バスで寝してしまったんですよ。バスで寝て、あ、すいません、ちょっと間違えてましたみたいなね、
終点まで行っちゃって焦ってたら、あ、戻ってあげるよってめっちゃ優しくて戻ってくれたんですよ。本当に優しかった。びっくりした、優しさに感動しちゃったもん。今見てないかな、その頃のバスの方。うん、高知県、こんにちは、こんにちは。標準語なら、そうね、ゆいたに聞くといいね。のあぴさんもね、東京に住んでたっていうか、東京だったからね。聞こうかな、聞こうかな聞こうかな。え、ちょっと待って、今めっちゃ欲しいものがある。その名前はティッシュ。ティッシュどこ。あー、絶対あっちだ。もう取りに行くのめんどくさい。ちょっとどうしよう。うわー、最悪。ティッシュ欲しい。綺麗なおでこ、ありがとうございます。綺麗ですかね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。よいしょ、めちゃくちゃ可愛い、ありがとう。持ってるかな。よし、そう、一回ね、これピンセットについたマスカラを落としてからやらないとダマになっちゃう。ダマっていうか変になる。2時間目の話会バナータでね、オンライン話会自由やな。ごめんね。そうです、私のルームは自由ですね。めっちゃ結構やばいよね。楽しいよね、楽しいよね。気まず。今度大阪、ボボボボ、今度大阪のお話会でみーぽんに姫野が反抗期の時のやばい話こすり、え、教えて。何だったん、姫野、ひーたん、姫野じゃ、ひーたん、何してたん。ヒッタの過去、暴露チャンネル、つぼんつぼん、こんにちは。おいしい、カチューシャじゃないの、カチューシャだよ。ちょっとコメントがさ、ちょっと待ってね。こんにちは、大好きだよ。強さで消しちゃう、むずい。でもなんだろう、 STU に入ってちょっとは変わったかなって思う。変わったっていうか、できるようになったかなとは勝手に思っちゃってる部分もあるけど、全然できてなかったら、全然できてないっていうか、その加入したてより全然変わってなかったらちょっと気まずいって感じだけど、ちょっとはね前の自分と変われたかなって思うんだけど、ちょっと待って、一回髪の毛うざいかも、ちょっとやめてほしい。もちろん電気屋さん、ラブレターありがとう。皆さんぜひクリスマスのキャンペーンに参加していって、クリスマスのギフトをお持ちしております。トマトも、そう、今めっちゃメイクね頑張っとるけんね、毎日。メイプも下まつげと格闘中、あ、上まつげ。ね、本当に嫌だ、本当に嫌い。何なの本当に。本当に嫌だ、このまつげ嫌い。ちょっと縁切ろうか。山行さん、雪の結晶ありがとう。ビタワンさん、雪の結晶ありがとう。今やりました。キャンペーン何集めてるの。キャンペーンは
なんだろう、何があるんだろう。でもとにかく頑張ってます。アランゲさん、駅の決勝ありがとうね。なるべくね、達成したいな。全部今でもあのリアル話からの今年一やれ、本当に。って感じでね、え、待って、本当にいけない。本当にうまくいかないよ。こっちはめっちゃいいんだけど、こっちがうまくいかないな。うたんうたん、今日は季節の言っとった。皆さん応援お願いします。こんにちは。バスの終点とか帰るのね、帰れなくなる。怖くはないよ。そう、でもびっくりしました。起きたら終点で、えってマジってなって、やばって思ってた。たら、あ、大丈夫みたいな、なって優しかった。びっくりした。あの時の優しさはもう墓場まで持っていく優しさでした。東京、ん、車庫行きじゃなくて、うん、優しかった。こんにちは、こんにちは。そこまで行かなくて、うん、スパン。こんにちは、こんにちは。野川さんか、マスク帰って水飲む。あの子を探してるかな。うん、うん、違う。そう、なんか3期でめっちゃそれ流行ってるんだよね。流行ってるっていうか、いいよいいよみたいな、いいよいいよ。めっちゃなんかみんな言ってる。みーも言ってるけど、みーもあれでしょ、あの少年のやつで、いいよいいよ、全然いらない全然いらない、帰って水飲むもん。え、違う、これじゃなくて、なんだっけ、そのまあめっちゃメイクが上手な方をいつも見てる。外国人観光客のレビューね、そう、久しいんですよ。広島って平和だなって。くるみちゃんありがとう、雪の結晶。ユニアンさん、100回目の本もありがとう、これから見に来てください。ユニアンありがとう、優しい、また見に来てくれて、え、嬉しい、本当に。今起きた、ありがとう、100回目だって。ユニアン、来年の幕張メッセの話か、え、ありがとう、加古さん嬉しい、待ってるね。やった、100回目ありがとう、ユニアン嬉しい。ユニアンとありがとう、ユニありがとう。ボックス、ボックス、プレゼントも、いきなり決勝もありがとうね。ノブラブイさん、ハートありがとう。そうだね、でも頑張りますね。辛いけどね。こんにちは。柏木さん、駅の決勝ありがとう。チラチラ、こんにちは、こんにちは。福岡での話し会ありがとう、めっちゃ楽しかったよ。ありがとう柏木さん、嬉しかった、楽しかったし。こんにちは、こんにちは。ありがとう、名前の前にファンマークつけて、あ、ファンマークありがとう。太陽さん、ハートありがとう。タコ家で投げたく、太陽さん、ハートありがとう。ちょっと一日ね、九州公園、なんかめっちゃ僕の太陽公園いっぱいあるから、ぜひ皆さん僕の太陽公園見に来てくれると嬉しいです。待ってます。居眠りカッパのたくさん、はじめまして、 STU48 3期研究生梶原美優です。紹介してくださると嬉しいです。思わず搾取してありがとう。ミポンが起きたらバスが知らない山奥のトンネルにいただきます。気まず、気まずっていうか、それも怖い、ね、こんにちは。
やめてみゆの配信ではそういう配信、そういうことは言わないっていう配信なので言っちゃダメだよ。こんにちは。100回ありがとね、ユニオ嬉しいよ。皆さんぜひ、そうね、ありがとう。そうなの、僕の太陽公園ありがとう。ぜひ見に来てください。よいしょ、よいしょ、皆さんぜひキャンペーン頑張るので応援してくださると嬉しいです。ぜひ本当に頑張る、応援お願い。初音2公演楽しみ。ひさむさん貼った記事ありがとう。初音申し込んで、いや嬉しい、本当にありがとうございます。嬉しくて私舞い上がりそう、もう一人じゃないの、夢のよう、あっダンジでピポン僕の手、嬉しい、ガクさんありがとう。こんにちは、こんにちは。ちょっと足が痛いから今ねつま先立ちしてる。ミーパンは僕対3回目めでたい。個人的にもあポニーテ好きなんだ、ポニーテにしようかな。生徒さんハットありがとう。でもあれだよね、あれだよね、なんだっけ、そう元旦がね、元日公演があるか、あるからね。待っちょります。皆さんこんにちは。まだ70回ぐらいしか見に来てないと思ってた、申し込みたいけどありがとう。そっか、あでも全然だよ。ツボンツボン、キミコさんハートありがとう。ガクさん駅の決勝ありがとう。タダン、少しでも少しも少しも寒くない、ちょっとずつ降り始めた雪は足跡消して。ピンポン好きすぎて、来て本当に、トゥ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 、ありのままのピンポン見せる。元日公演早く行きたい、見に来て、見たいね。おかんさんほらありがとう、よかったらこれから応援してくださいと嬉しいです。元旦公演、おかん、何時だっけな、何時だっけなって分かんないな。あれじゃない、いつも通りじゃない、違うのかな。あつしさんプレゼントボックスありがとう。こんにちは、こんにちは。プレゼントかありがとう。じゃないの、夢のよう、自由に生きられるの私、それは無理、なぜ無理なの。こんにちは、こんにちは。今日も可愛い、ありがとう、ありがとう。こんにちは。僕の太陽公園の次の日、意識したテストをし、あの
のテストもあのテストって、なんかめっちゃ大変よね、ユニアの学校。ほんと無理しやんとってな。スポンスポン、僕のミッポンの好きさといえばそれはもう普通。え、アメタンさんいけないよ。いくらヒーターが好きだからってミユのことを普通とか言っちゃいけないよ。せめてミユの配信の前ではもう好きだよって言うべきでしょ。何言ってんの本当に。ピンセットでカチカチしちゃうぞ。私は好きになってもらえるようにね努力しますね、これからみんなにね好きってもらってもらえるように。めっちゃ可愛くなって見返してやるんだから。そりゃすぐには無理よ、だってまだ全然全然だから。申し込みました、ありがとう。最近かなちゃんの携帯で自撮りしてるの。え、やっぱ買ってあれだよね。いや自撮りっていうかね、なんかね前なんか一回だけねかなちゃんのスマホでね写真撮ってたの。そうでもねめっちゃね無加工なんですよ、ノーマルカメラだからぶちゃい。メールもしかして上がってました、かなちゃんの。こんにちは、ラプンツェルのアトラクションできた、来た、え行きたい。何のあるの、やりが好きなんだよね。あそこ行きたいの、トイストーリーが好きだから、なんかこのあーみたいなあるじゃん、なんかあるじゃん、そこに行きたいの。頭に何つけてんの、サンタクロースの帽子。自分は白紙だから介護職のケース、あー漢字ね、ちょっとごめん今見あー待って言っちゃってたけど漢字読めない。簡単声11時45分の開始で12時30分から開始です、ぜひ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 。一本に夢中、いや中に夢中。生まれて初めて、普通に好きですってことですか。あ、そうなの。あつしさんありがとう、プレゼント。柏木さんラブレターありがとう、メールできた。あ、そうなんだ。ユニャン虹色の足ありがとう、柏木さんハートありがとう。これ以上怖くなったら心臓がまだ全然頭がとんがってますよ。なんで帽子じゃんこれ、もういいもん。柏木さん虹色の足ありがとう。ミッポンは宇宙、え、何何何が言いたいの。ミッポンは宇宙人だって言いたいんだ。いいよ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 。誠さんはじめまして、 STU48 さん危険行政梶原美優です、ぜひお会いしてくださると嬉しいです。ラビューラビュー。ヒットじゃなくてひーちゃんのじゃん。沖さんとの前、沖さんはめっちゃなんだろう、二人で話したりとかはあんまりできなかったんだけど、ママが、ミユのママが沖さんのことが好きで、めっちゃじゃあいつも可愛いねって話してました。でもなんだろう、自分から話しかけに行く勇気が全然なくて、今行ったのに受からないとダメなんです。80点以上取らないと。え、そうなの、行けないの、来てもらえ、来てくれないの。いや大変ですね本当に。
本当に無理が一番良くないけんね。無理せんで。のろべさんハートありがとう。年末31日はショールーム配信する。そうね、しようと思ってます。すると思うよ今んところ。うん、こんにちは。マスターさん行きのキャッシュありがとう。こんにちは。31日とか冬休みも時間制限あり、少しやし、うん、制限あるじゃろ。そりゃいつもと同じルールだとは思うけど、分からんけど、どうなんだろうね。多分同じルールだよね。お、いい感じです。こっちがね、逆に、よし、いい感じ、やっとできた。まだもうちょっと修正、みんなのハートをつくんだ。おおこんにちは。テフさん、テルさん、初見の方はじめまして。 ST48 さん、危険救世クジャラミューです。応援してくださると嬉しいです。それ違う時に何か落として拾ってもらおう。え、そんな、作戦立てていいんですかね。こんにちは。ユーニャン、受からなかったら僕対公演行ける、受かったら僕対公演行けるってことを信じて、ん、行けるってことじゃないです、もしくは、あ、そういうことかね。なるほどね。ね、つら、大変やね。グラファーさん、雪だるまありがとう。皆さんぜひキャンペーン頑張ってるので応援お願いします。クリスマスギフトでいっぱいにしてくれると嬉しいです。みーちゃん冬休み、あ、やべ休み、いつから、え、わかんない、あれだよね、冬休み、冬休みね、どうだろう、まだ知らないんだよね。今のまま、そう、北の推しなんです。おつぼんつぼん、かわいすぎ、半端ない、間違っては目はつつかないでね。つつくかも。いや、まつげに本当に毎日毎日時間を、メイクするとき時間かけてるからさ、もう本当に手に負えない。こんな毎日毎日時間かかったら、多分まだ慣れてないから下手っていうか遅いだけでさ、っていう問題なのかな。なことある、よいしょよいしょ、ガクさん結婚してありがとう。結婚はどうしようかね。ツポンツポン、アツイさんありがとう、プレゼント。グラファーさん、雪の結晶かけ10ありがとう、ありがとうございます。オランゲさん、アフラックありがとう。ケンボさん、ハートありがとう。だいたい冬休みは布が学校もクリスマス前後ですね。なるほどね。このまま一回もミーポンの僕対公演時期に本当に感謝、いや絶対来れる、絶対来てくれること信じてる。ミーは待ってるね、いつまででも、いつまででも。なんかクリスマスポイントお願いします。粉雪ね、心まで白く。星のような、なんだっけ、雪に願いを、世界に優しさを、涙なんちゃらメロディーを、おう、メニャ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 ニ
ちょっとわかんない。あとはなんだろう、あとはジングルベールジングルベール鈴が鳴る終わりのなんとかになんたらこだイエーイ。全然わかんない。1月8日の僕の公演も頑張ってください。頑張ります。冬休みは毎年ですか？え、何言ってるの。なわけ。え、わからん。でも冬季冬の講習はあるって書いてたかも。でも3日ぐらいだけあるって書いてあった。ね、休ませてくれよ。ケンボさんハートありがとう。こんにちは。カイさんハートありがとう。前回隣席になりますよね。一番前とか。こんにちは。この雪は変な。確かに。なんだろう、クリスマスっぽい。何がある？わかりません。理由的にはそうかなって思ったけど。サンタさん来るかな？え、どうだろう。自分は22日に終業式なので23日からですね。冬休み短いの子ですね。大変やね。矢田和樹さんハートありがとう。アワテンボのサンタクロース、あ、なるほどね。アワテンボのサンタクロース今年も町にやってきた。あちゃこちゃちっちゃんパン、あちゃこちゃダン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 、イエーイですかね。わかりません。今回のクリスマスキャンペーンは昨日から25日の夜まで頑張ります。昨日朝しかできんかったけ、夜できんかったけさ、わーもったいなかった。昨日はね、りっちゃまたちとね、りっちゃまと、いっちと、ちゅうとね、ちゅうとね一緒にねご飯食べに行ってたから夜できなかったの。だからでもみゆ25日まででしょ。そのちょうどね、ちょうどっていうか、あの友達とね、行くんですよ。その多分とめっちゃ仲いい子がいて、その子とお泊まりとか、なんだろう、まあそのクリスマスパーティー的なことをしようって話をしてて、でけね、できるか分からん。いや、やるんだけど、どうしようって思ってて、だから24までに、あー、どうしよう、24までには、どうしよう、まだ分かんないな。サンタさんにプレゼントお願いしたしてないんだよね。しかもさ、クリスマスミュー家にいるか分かんないんだよね。だからクリスマス手紙だけ置いとって、ミューが26日ぐらいに家に帰ってきた時にプレゼントがあったら、もうサンタさん大好きって感じですね。なかったらほんまになく。来年はミューポーにも会いに行く、ね、ありがとう。来年はもっとみんなに会える機会をいただいて、もっとみんなに会えるように楽しみにしてます。大事な雪の結晶ありがとう。ケジュー、ごめん兄さんハットありがとう。かわいい、ありがとう。その前を、冬休みも夏休みもありません。アミスは泊まりき、いやー大変、本当に大変。なんとか越しま絶対行きたい。ありがとう、ユニアン待ってるよ。クリパ配信、そう、友達とねクリパ配信を、あ、クリパスリケー、その密着動画やばすぎ。友達に迷惑かかっちゃうから。クリスマスはやっぱケント、いや、どうしようかな、悩んどる。あ、でもコストコでチキン買うのもいいけど、でもその友達の家じゃなかったらどっかで、どこだろう、そのどうしよう、まだわかんない。リアちゃんとのタコパ来年かな。え、なんかリアチューがなんか誘ったんですけど、その1週間ぐらいね、1週間違う4日
5日ぐらい休みがあるんですよ、そのクリコンが終わった後。その時にあの行けないのって言ったのね、そのミユの友達と遊ぶ前、予定立てる前に言ってたのだけど、なんか難しくなったって言われちゃったから。そうで234もむる、あの難しいみたいななっちゃったからガッチって感じで。あでも中はいつかねミュートのタコパしてくれると思うので待っときます。軍団の方の食事には行かなかった。何軍団の方、ミーポンのことをした日から一回もミーポンだね、会って本当に会ってください。クリスマスプレゼント明太子だったらもう明太子なわけないでしょ。あつしさんありがとうプレゼント、スポン。いざとなったら浜田家ね、本当に一池家に行こうかな。うん、ちょっと待って、一回目1個終わらせよう。なんで軍隊って呼ぶんだ、それの何、軍隊って軍団って、軍団って何なの。ヒータン軍団、赤澄ちゃんとかなちゃんとクリスマスパーティーするし、座れなかった座れなかったピエンだね。でも別にね、あでもなんか言われた気がする、なんか言われたかもけど、なんか今年のクリスマスどうするのみたいな誰かに聞かれたんですよ。ヒッタンたちはなかった記憶だけど、誰かに聞かれて、今年は友達と過ごしますって言った。誰に聞かれたんだろうあれ、覚えてないな。こんにちは。いや中受験があるから中3、そう中3よね。軍団って何なんかな、ほんまにみんな軍団って言うけど何やんかなって思っちゃってた。いや中ね、いやなんかねあれって言ってた、家族がね帰ってくるって言ってた。やっほい、サンタボイス、サンタボイスだよ。あっあっえさ、いつもさランキングさ、ランキングがねこの順位あるじゃないですか、順位がいつもね全然ね達成してもね上に行けないのね。1回でいいからね3位とかなってみた。28位、なんか全然ね行かないの順位が。順位ってなんでそうね、わかんない。レベル10ありがとう。今年のクリスマスは手巻き寿司にいいね、不注射だよ。もうなんか言われるからやめよう。何言われちゃう、やめました。よしこれでここにモルカーが出てきますこんにちは。皆さんぜひクリスマスキャンペーン頑張ってるので応援お願いします、お願いします。そう、え、そうだけど前はキャンペーン達成したんですよ、前々回のキャンペーンなのに、なんか全然ね順位が上がらなかったのね。40何位とかだった。自分の高校受験の時は私立と公立、あ、なるほどね。あ、一個ずつ来たんだ。そう、でも今って高校さ、私立も公立も一個ずつしか受けれないよね。だからどうしよう、落ちたら。心配。こんにちは。そういえば前回達成した調子いただいた紹介してほしいの。え、いただいてないのね。そう、前々回のなんだっけ、達成した時にテーマパークチケットがもらえるみたいな、あれもまだいただいてないんだよね。うーかめんな、こいさん駅の継承ありがとう。かけじゅ、私立は1月に受験があるのでこのくらいから勉強した分。そうなんだ、あ1月なんだね。あ、そうだか、1月だ。みーもそうだった。
どこの髪？森末軍団は姫だった姫なか姫なかなうかすみさっちでクリポスとね言ってたね。みはマイフレンドと楽しめます。かなちこんにちは。こんにちは。皆さんぜひ雪の結晶お待ちしております。その雪の結晶とかお待ちしております。星のような一部雪にね。サンダナナミさんフォローありがとう。よかったらこれから応援してくださると嬉しいです。待ってる。ありがとう。オランゲさん雪の結晶ありがとう。かけじゅうこんにちは。ツポンツポン雪の結晶集めてる。うん、雪の結晶やクリスマスに関するギフトをでいっぱいに目の配信でいっぱいしてくれると本当に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 嬉しいです。応援お願いします。もしかしたらミーポンの受ける高校が定員割れの可能性ね。どうだろう、まだ分かんないんだよね。高校受験遊んでたわ。頭いいかったら遊べるよね。パッチさん雪の結晶ありがとう。うん、これ撮るよちゃんと。イベント達成後も投げてくれたら順位は上がると思う。なるほど。でもね今回本当にね達成っていうめっちゃ高いよね。上が80万ポイントだなんて遠いよ。でもみえめっちゃ頑張るからみんな応援してくれると嬉しいです。僕の太陽公演申し込んでありがとう。ガクさんありがとう。ミーパーさんそんなことないよ。さん雪の結晶ありがとう。みんなミューの配信雪の結晶でいっぱいにしてください。お待ちしております。順位は結晶だけ。あ、そうなんだ。じゃあ皆さん結晶いっぱいお待ちしております。もちろんねすごくねあれなんです、達成めっちゃしたいけど順位も上になってみたいので雪の結晶皆さんお待ちしております。ミーパーさんありがとう。雪の結晶違う偏差値が低い。あ、なるほどね。なるほど。砂村さん雪の結晶ありがとう。ミーポにプロポーズする。本当に結婚してください。めっちゃ雪の結晶って可愛い。ミーさん、あ、ミナさんごめん雪の結晶ありがとう。僕が知って見始めた頃はジョーンさん高校受験のそうなんだ。あやじたんビッグエブさん雪の結晶ありがとう。皆さんぜひ雪の結晶で応援お願いします。ツポンツポン。くまちゃんサンタさんつるくまちゃんスノードームも対象です。あ、対象です。ガクさん雪の結晶ありがとう。そろそろ雪の結晶を手裏剣な漢字読めない転用になったらほぼ分かると思うよ。説得おかしくね。こんにちは。世界中の生えない恋人たちが神様どうか会えますように。冬が終わる前に。オランゲさん雪の結晶ありがとう。かけじゅうつぼんつぼん雪の結晶。武蔵坊さん雪の結晶ありがとう。あ、後ろ、そうだねこれ忘れてた消すの。流れる季節の真ん中でトゥ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 。うん、瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、なんだっけ、とどれくるクリスマス、キャンペーン
12月15日から12月の25日まで待ってるよるよ。左手だからさ、手についちゃうからめっちゃ字が汚くなっちゃう感じで、ちょっと見にくいんだけど、ごめんね。めっちゃ見にくい、ごめん。昔はどの高校行っても大差なかった。そうなんだ。あ浮いちゃってる。まあこれはアイロンすればどうにかなりそうですね。いい加減にしていい加減にしてもらえるか。ちょっと一回ね、まあいいや、あげとこう。今日はもう後でアイロンをすれば余地だね。読まなくていい。こんにちは。え、そうよ、さっきその雪が笑う、雪がなななと笑う君がいい、そう、それさっき言おうとしたけどクリスマスではないみたいな、なんか雪、そのさっき粉雪をねやったら違うって言われたから違うかな。ジョーさん、雪の結晶ありがとう。うかめなこさん、おっぱありがとう。ジョーさん、雪の結晶ありがとう。てんさん、おっぱありがとう。まあ中3になったらここのこと考えれば気難しくて、そうですね。でも多分みーが行きたかった高校には行けないんですよね。気が笑う。そしたら何やってるっけな。こんにちは。ボイトレ先生、いいこと、そう、それヒーターの配信でしょ。知ってる。みそれヒーターのね言ってた気がする。ヒーターの配信みそれ見てたよ。へへへ、よかった。情報入手して、情報入手っていうか、私にとってあなたもそうでありと。かわいい、ありがとう。はぐらもやしさん、雪の結晶ありがとう。プレゼントもありがとう。皆さんキャンペーン頑張ってるのでお願いします。コメント読み上げ不要。はい、こんにちは。ハッチさん、雪の結晶ありがとう。皆さんぜひクリスマスキャンペーン頑張っているので応援お願いします。ちょっと眉毛がキモい。本当に頑張ってるのでキャンペーン応援お願いお願い。ハッチさん、雪の結晶ありがとう。めんこいさん、はじめまして。 ST48 さん、危険救世梶原美優です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。じゃあちょっとアイライナーを、ちょっと待ってね。キャンペーンしろ、キャンペーンお前お願いします。皆さん、ツボンツボン大好き。ポンは絶対イッチの方見てると思ったのに、交互で見てた。好きだからね、二人とも見てました。こんにちは。おつぼん、おつぼん、
皆さんぜひお願いします。ちょっと待って、アイライナーはねちょっと肝心なので一回ちょっと待ってね。なんかやばいかな、ちょっと下だったな。うわー悔しい。ポニーさん、雪の結晶ありがとう。難しい。うわ、めっちゃ失敗してるかも。まあいいや。後でやり直します。こんにちは。かなっちが可愛い。そう、やめてほしい。だって無加工だよあれ。やめて本当に。かなった。ポーズを取ります。ポーズって何ですかね。ポニーさん、ひなけしありがとう。やっぱりゆっくり配信見るの嬉しいな、嬉しいな。実は本当に見ないね、悲しいよね。お兄さん雪の結晶ありがとう。チラチラ。トゥ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 。メイクアップタイム。まことさん雪の結晶ありがとう。ドライヤー欲しい。いった、お腹すいたね。そろそろこの時間になってくると。今日めっちゃうるさいかも。マジでなんか思った顔じゃない。タルちゃんありがとう、プレゼント。ちょっと待ってね。こんにちは、あつぽんあつぽん。いや可愛いよね。やっぱ見とってるよ君の笑顔キーモックス。タルちゃん雪の結晶ありがとう。外からかと本当にピンポンかなちゃん大好き。当たり前じゃん。こんな好き好きって言って好きじゃない人がいると思うか。マジで好きだよかなちゃん。可愛いし優しいし、マジ天使みたい。胸に刺さってる天使のそのや。普通にねかなちゃん大好きです。大好き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 。あ、ちょっと巻きすぎちゃった。え、なんか本当に今日はいけない。長い前髪が長いっていうかこうでしょ。ちょっとキープしたいな。こうしてた。よいしょ。もうファってなっちゃう前髪が長いから。前髪が長いんじゃなくてこれどこの毛だ。こんにちは。階段さんハートありがとう。お昼ラーメンいいな。かわいい、ありがとう。前髪やばいけど。あつぽんあつぽん。ジリシーというのにかわいい。うん、つら。
頑張って整えてるんだけどな。正直に今さっきのだよね、なんかね急にあってなのいないなって思ってた。見舞い切り嬉しいとか言われるのが悔しいっていうのが嫌でさ、頑張って最近整えてるけどやっぱまだダメだな。悔しい。よし。なんかブサイク。今日の好きな顔じゃないの。かなちゃん喜んでよ、先生。かなちゃん好き。階段さん行きの景色ありがとう。ふしまし待ってるよ。野中さんはじめまして、 ST48 さん危険行政クジラミューです。ぜひ応援してくださると嬉しいです。かなちゃん大好き。天皇さん虹色の星ありがとう。ちょっと今前髪がおかしいのはほんまに気にせんで、あっちいいか。皆さんぜひ応援お願いします。あっ、びっくりした。キャンペーン頑張るけん応援してくれたらもう大好き。まことさんほらありがとう。よかったらこれ、あ、もうやー、よかったら応援してくださると嬉しいです。なんでなんで、もう知らない。天皇さん雪の結晶ありがとう。みーちゃんラーメン何が好き。みーは醤油か味噌ですね。天皇さん行きの決勝ありがとう。ありがとう。寝落ちました。バレてますよ。バレてますよ。こんなお話し会の時はね、こんな変な前髪じゃないからちょっと待ってね。今はおかしいだけ。嬉しい眉毛嫌。嫌なんだよね。言われるのも嫌だし。じゃあ1時になったら配信終わろうかな。ちょっとメイク全部やり直したい。ちょっと後でしよう、メイクも。いい？いや、もう知りません。いい眉毛なのに良くないんだよ。厳しい目言われますし、嫌なの言わないで。嫌だから本当に言わないです。本当に嫌。トブさんハットかけじありがとう。天才駅の研修ありがとう。シャタロウさんだるまありがとう。ギャルメイク配信今度ありますか。ありません。わかりませんやり方が。シャタロウさんハートありがとう。こんにちはこんにちは。チラチラ。どんだけ好き。好きだよ。反抗期だな。やめてって言ってるじゃん。言わないで。そう本当に NG ワードって感じ。やめてほしい。始まらないで。目も終わりたくないけどちょっとね、メイクやり直したりする時間があるかも。やり直す今までの苦労は、いやなんかでも個人的に気に入らないからやり直そうかなって思ってる。もう本当に嫌だ。本当にやめてほしい。ちょっと本当に嫌なんだけど、本当に嫌だ。めっちゃ今みんな嫌な気分してる。本当に嫌なんだけど。バスの席はどこが好きですか。後ろらへんか、一人で乗ってるなら前のあの一人席。しゅんさんはじめまして、 ST48 さん危険救世クジラミエです。ぜひ応援してくださると嬉しいです。昼ご飯今から。うん、やり直さなくても大丈夫だって。うん、やり直す。こんにちは。ふたんたら一世さんほらありがとう。よかったらこれから応援してくださると嬉しいです。待ってます。嫌がってなんか、え、本当にちょっと本当に今本当に嫌だからやめて。本当に嫌だ。怒ってないよ。キレキミミボン切れてないよ。
これみゆめっちゃ怒ったらね結構黙っちゃうタイプなんで、今喋ってるからキレてないよ。全然怖いからやり直さなくていいと思うけどな。でも自分的になんか納得いかないからやり直すよ。こんにちは、カイドンさん、ハートありがとう。ポンポン。ガクガクブルブルブルガク。アーツさん、雪の結晶ありがとう。打ち切れイコール無言。エミュー。本当に怒ってたり、本当にえってなったら無言になっちゃうタイプなんですよね。だからもう人にあんまり怒ったことないっていうか、怒れない。試しに切れさせたいと思います。このこういうの言っちゃいけないでしょ。そんなことない。ヨウさん、雪の結晶ありがとう。なるほどね、そうだよ。でも嫌な、ミユが言われて嫌な言葉は言わないでほしいかも。個人的にね、反抗期とかは自分でも分かってるけど言われたくないからやめてほしいなって思うかも。何お話し会でやらないでね。やらないよ。よしまいふに言うと、うちクラス圏の話し会で無言は勘弁してください。いや、話し会はテンション上がってなるけど、違う、みゆが今無言になったり今ちょっとさ嫌な空気作っちゃったのはあれだよ、ね、みゆが嫌なことをめっちゃ言われたからだよ。みゆにとって言われたくないことをめっちゃ言われたから、えっと思って悲しくなったからなっただけだよ。話し会はそんな言わないでしょ。みんな言わなかったらみゆもそんなめっちゃ楽しくしようって思うけど、みゆが言われて嫌なことを言われちゃったらもうなんかどうしようもなくなっちゃうじゃん。そうだからやめてほしいなって思っちゃった。こんにちは、おいしいよビタミン。てんてんお話し会てんてんてん遅くないとかこれそんなん言わないから。ピンポンがやらなかった、本当にやめてほしいかも。本当に話多分お話し会でもいじられた。うん、別に話し会はもう別にいいよ、個人個人だから。でもね、そんなお話し会まで取ってくれてそんなミュウをいじる方はさすがにいないと思うんだよね。ツポンツポン、壁に禁止方があったか。本当に一旦本当にちょっと悲しい。話し会で話すことなくて無言になることなる、ある無言にはならないよね。でもなんだろう、でもなんか言葉、喋る言葉がかぶっちゃって、あどうぞどうぞってなるのはたまにある。千太郎さん、誰もありがとう。それでは聞いてください、無言の皆さん。つもつも、コンビニで見かけたら買ってみようかな。これ美味しいよ、めっちゃ。このなんだっけな、マスカット味の方が好き。でもタナさん、ミーボン、確かにね、そりゃそう、そうだよね。お話し会までミユのためにお話し会取ってくれるってことはミユのこと好きだからだよね。だからお話し会まで取ってくれてるのにそこまでね、ミユのこといじる人はいないよね。今日のお話し会行けなくてごめんね、しと大阪にありがとう。話し会行けたらめちゃくちゃ好きだって無言なだから嫌なこと言われない限りは無言じゃないよ。こんにちは、マスカット味おすすめ。うん、こんにちは。なんか悲しいな、本当に言わないでって 言われたくないから頑張ってやってるのに悲しい。本当にまあ見えないじゃないけどね。じゃあそろそろ配信終わろうかな。
しい空気にさせちゃったとごめんね。こんにちは。話し会っていじめるサインにありますよね。いじるサインいじるためにあります。話し会は好きを伝えるためにあるじゃないの。ゆっちゅうさんちらちら言うと、いやブロックする、いやそんなことはしないよ。だってみゆのことが気になるから配信も見に来てくれてるのに、そんなことはできないな。でも本当に傷つく言葉を言われたらする時もあるけど、まだ我慢できる言葉だから。マスカットね、他のジュースも美味しいよね。めっちゃ話しか楽しい、楽しいね。配信ダメです、終わらないで。絵も終わりたくないけど、なんかこのまま配信してもええってなっちゃうかなと思っちゃった。なんかもういじられるのは嫌だから終わろうかな。元気出してチラチラ。よっちゅうさんほらありがとう、よかったらこれから応援してくださると嬉しいです、ありがとう。話し帰って送られたように言ってるよな。え、そうなの。ツポンツポン、悲しいな。こんにちはこんにちは。大好きですはダメ、大好きですはいじっちゅうに入らないでしょ。みゆが言われて嫌なのは、なんかみゆ最近なんか眉毛を凛々しいとか、なんか個人的にはなんかいい、そう言われたら嬉しいっていう人もいるかもしれないけど、みゆは言われたら嫌なのね。だから頑張って整えたりしてるのに結構打ち言われるから、思ってもコメントには書かないでほしいなって思うのは思う。あと反抗期っていうのは自分でも分かってるけど、本当に言われたら嫌だし、なんか嫌だからやめてほしいなとは思うかな。まあみゆがいけないんだけどね、ごめんね。そうだよね、みゆがいけない。そう本当になんか確かにみゆがもうちょっと眉毛をね整えて、眉毛について勉強すればいい話ですね。しかも反抗期もね、態度ね、なんかわがままなのを直せばいいだけだから、自分のせいじゃけど。そう本当にみんないい人だから、ファンの方。うん、こんにちはこんにちは。話し帰るこんにちはこんにちは。可愛いな、ダメだから可愛いなとかは別にね、あれじゃない、傷つかないでしょ。言われても照れちゃうだけで、お嬉しいって思うだけでしょちなみに今日はしない、うん、あ夜どうしよう、配信できたらするかも、わかんない、時間があってやる気に、やる気にっていうかちょっとでもねできたら夜配信したいなと思います。ちたろうさんありがとう。 NG ワードリストなんかでもそういうのはしたくないんだよね別に。オレさんほらありがとう、よかったらこれから応援してくださると嬉しいです、待ってます。こんにちは。下にミューポーに会ったら話す内容が吹き飛ぶぐらい、吹き飛ぶ可愛さだよ、嬉しいです、めっちゃ濃い、ありがとう。2009年8月11日156.5cm AB 型え怖い怖い怖い。こんにちはこんにちは、久しぶりに対戦した、したいね。時間決めずに普通にやってる時ある。まあ、ごめんね、なんか変な声きつくちゃって。楽しもう、配信って楽しむところだから。目がかわいい、ありがとう。めっちゃなんかやられてるよ。2009年8月11日 156.5cmAB 型、怖い。今日は何食べた、まだ何も食べてない、これが一食目です。でも最近頑張ってね、頑張る。お支援しますとか悲しい、うん、ことも言わないでほしいかも。
ピーポーマジで嬉しすぎて目の前にしてる俺が生まれないかも。嬉しい、ガクさん。いつもやばってなる。本当にご飯お願いする。うん、もう配信あるから下で食べます。こんにちは。お父さんはじめまして。 ST48 さん、危険救世カジアラミです。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。ちょっと食べないと、もうなんか食べる気になんないからいいや。昨日ちょっと食べ過ぎちゃったし、頑張ってね。ちょっと今日はこれとこれでしのぎます。なんか水を1日2リットル飲むといいらしくて、なので飲みますね。なんかあんまり見え水分取らない人なんです。動いたら水分取るけど、普通の生活で水分取らないから、こまめに水取るのいいらしくて、スポンスポン。推しが変ですそれはいいんですよ難しい私柄なので。分かんないけど、こっち側がなっちゃうありがとう、つもつも髪が綺麗、ありがとう。ちょっと今は散らかってるけど、いつもは綺麗だよ。食べ盛りは大変だ、トイレ近くいや、なんかいいんです、いいらしいんですよ。それがなんかね、体もいっぱい、なんか血流が、血流みたいな、いい大きくなるみたいな。イロハスどこの水ですか？イロハスです。どこの水は中国産地の大、大山、大山が生んだ天然、あ、鳥取県だって。鳥取県、鳥取県です。こんにちは。確かに1日2リットル飲むの大変、大変だけどいいらしい。その方がなんかダイエットにもなるみたいな。一本身長でだけ飲めるから、モデル1本2リットルね、飲むのね。デトックス、デトックスって大戦、あ、大戦って読むんだ。漢字も苦手なので、だって習ってないもん、読み方習ってないもん。まあ5分になったということで配信終わろうかな。ウボーさんハートありがとう。あ、やま、分かんなかった。イロハス、いろんな節水地、うん、だい、うん、大戦か。こんにちは、こんにちは。朝起きてお湯をコップ一杯飲むだけの同じ、あ、そう、なんかね、寝る前に牛乳だっけ、牛乳に蜂蜜溶いてチンしたら、チンしてそれ一杯飲むとかすれば、ね、めっちゃいいらしいです。調べてた、昨日の朝で、朝起きて蜂蜜スプーン一杯食べるとニキビとかできなくなるらしい。でもありがたいことにあんまりね、できないのね、何もやってないのにできない体質だから、ママに感謝。難しいね。うん、ミッパ配信ありがとう、大好き大好きだよ。ハチさんありがとう。え、待って、20位になりたい。21とか一番中途半端。イロハスは味ありとなし、え、味ありの方が好き味ありの方が好きだけど、味ありだとね、あんま効果なくなっちゃうかなと思って味なし買ってきました。え、でもレッスン中とかのやつは味ありで飲んでる。配信お疲れ様、今日もいいことあります、ありがとう。配信ありがとう、また来ます、ありがとう。ダイヤマなんだっけ、中国中一番高い山、覚えた、はい、わかりました。そうなんだ、へえ、綺麗、毒使わない、あ、そうなんだ。腎臓は機能展示、機能維持にはいいよ、輸入でないマック、そうなんだ。ちょっと難しい、ミニア、ママとパパと僕にも感謝、本当にみんなには感謝してるよ、ありがとう。配信ありがとう、ありがとう。皆さん今回キャンペーン頑張るので応援お願いします。
皆さん足をつけありがとう。また夜配信できたらするね。できなかったらごめんね。ありがとう。これ飲み切ってから終わるね。ありがとう。スポン。あ、明日お礼配信するのでよければ皆さん絶対来てね。絶対来てね。絶対に明日の夜。え、シリーズ100回目嬉しくてありがとう。ニャニャありがとう。今年ラストはめっちゃ弾けて楽しかった。楽しんで、ね、楽しみます。ひきまくん息の継承ありがとう。継承筋肉ダイソンなので夜配信無理しないでね。うん、ありがとう。できたらします。ありがとう。今日も配信みんな見に来てくれてありがとう。ふるもやしさん息の消しありがとう。全部飲んでない。明日は何時から、え、わかんない、まだ決まってないけど、夜なら5時か6時かな、17時か18時かなって思います。うん、俺配信がどんだけね、すごく時間がかかるかわかんないけど、配信ありがとう。またね。またね。ありがとう。今日もみんな配信見に来てくれてありがとう。それじゃあ誕生日していきたいと思います。あ、激まくん雪の結晶ありがとう。ありがとう。激まくん雪の結晶いっぱいありがとう。嬉しいです。ありがとう。みんな今日の配信も楽しかったですか。ちょっとね、途中ね、嫌な雰囲気作っ、みゆが作っちゃったかもしれないんだけど、本当にごめんね。みぷん早く会いたい、会いたいね。ゆうに余ってるよ。おつもおつも、こんにちは。わんわんわんこそば。じゃあちょっといきます。13位、あつしさん。12位、けいちけいさん。11位、なる先輩さん。10位、かしあぎさん。9位、すばる。そして8位、うーかめいの箱石さん。7位、でんのうさん。6位、おらんげさん。5位、ゆうにゃん。4位、がくさん。3位、あやじたん。2位、みーぱんさん。1位、ツナマヨさんでした。ありがとう。みんないっぱいありがとう。みゆのつけてくれて、つぽんつぽんありがとう。楽しかった、楽しかった、ありがとう。つぽんつぽん、バイ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 。配信ありがとう。楽しかった、ありがとう。多分自分のせいじゃないよ。本当にみゆのせいだからごめんね。変な空気作っちゃって。でも本当に配信楽しいから毎日配信継続してるので応援お願いします。キャンペーンも今回頑張るので応援お願いします。好きなに決まってる、ありがとう。それじゃあまた後でお話し会来てくださる方は後で会いましょう。おしましも待っております。ピースさんほらありがとう。配信ありがとう。いい休日を、いい休日を。明日はお礼配信、ビスのお礼配信するので、ぜひ見に、皆さん見に来てください。ありがとう。バイバイ。